ポイントです。まずサーブが持ち味のこの吉村、3球目攻撃です。で、まあ、どの選手も嫌がりますよね。ここも貴重な出場になります。いいコースです。自身も非常に自信を持っています。吉村です。打ってくる。ネットに当たってアウトで、打っていく、打ち合いになった、ネットに当たってアウト、バックを取る、よく取った、9度目の世界卓球、チュー・チェユー、9対6リード、吉村追いかける、チキータ、ストレート打ってきた、ただ吉村もいいコースをついている、うまい。ロングサーブできた。ナイスボール。あっと、ここはネットを越えない。吉村真晴です。団体戦は4年ぶりの出場です。この吉村、まあ経験を積んでですね、はい、本当に強くなってきましたね。いいコースです。ナイスボールですよね、そしてこのサーブです。入ってる、うん、日本男子です。1勝1敗に迎えている第3試合、ネットイン。これはちょっと遅かった。大島優也とは同級生、ライバルでもあります。おお、打ち合いも強い。中打ってきた、払っていった。もうストレートを狙ってきました。固まりすぎですね。次ですか、ここは強打。ああ、それでも 50%、 第2ゲームはなんと 16.6% しかここまで取れていません。長いボールです。打っていく、いいコースだ。小さくつぶやいている吉村、チキータ、強打でいく、先に仕掛けた。で、吉村のサーブということになります。取りたいところ、短く止めた。先に打ってくるチュー・チェユー。吉村下がってアウト。どういうサーブでくるか。アップダウンサーブできた。3球目決まった。来た。あっと、ネットにかかるのサーブ。チキータ、それてくる。攻めてきたチュー・チェユーに対して吉村返しました。画面の手前、吉村です。うっと、ちょっとくる。絶対の自信を誇るサーブ、少しサーブを変えた。ネットにかかります。ミドルを狙ってくる。バックでしのぐ。カウンターいった。いやー、攻めた。得意のサーブ、ネットにかかりました。このゲーム粘られましたが、14サーブです。あ、かなり回転が。ネットイン、払ってきた。これはうまいプレー。ベラルーシと比べたらもうシンガポールの方がはるかに強いと話をしていました。審判が手を挙げていました。サーブの打ち直しです。ああ、ネットを越えません。おっと、バックに来た。そしてフォアを打っていく。先ほどはカウンターでポイントを取っている吉村、バックでしのぐ。これも高い打球、風もあるからチューチェーも返すのも難しい。アウトになります。ロブボールを打つのは難しいという選手の話もあります。そして強打、触らせない。印象はありません。大丈夫そうですね、非常に動けています。増田さん、はい、どうぞ。先ほど吉村選手の担当コーチ、紀藤さんの上でボールが跳ねて飛んでいってしまいました。これも浮いている、止められません。印象があります。ゲームポイント、止める。最後はチョウ・チェユー返せませんでした。世界が恐れる吉村らしさが出た第3ゲームでした。あ、ここもアップダウンサーブできましたが、変えてきました。止めている、うん、ここはいい。ここミドルに1回ラリー、ミドルから15種類ぐらいはあると思いますね。ですから相手としては、ゲームカウントは2対1です。勝利まであと1ゲーム、うん、ただここはあっと、3球目攻撃。アップダウンサーブでした。あっと、ここはまだバック止めた。打ってくる、アウトになった。ガッツポーズ。
第5ゲームです。吉村のサーブ、中継を返しています。内は、ここからは1ポイント1ポイントが勝負です。チキータでいった、ネットイン、よく取っ点をかけていった吉村です。ここもそのチキータです。そして4アウトになる。ナイスに戻ってた。カードを変えた。3球目攻撃、リードを1ポイント、短くつなぐ、ネットにかかった。志村です。低いトスからアップダウンサーブから打った、吉村です。止める、打った、ミドルでした。空振り、リーグ1位通過に向かって正念場になりました。このシンガポール戦、タイム分けのポイントは、さあ9対5、レシーブ2本、ちょっと下がった。シュートドライブをかけてきます。さあ日本ベンチに向かって打ち抜け、吉村、決めた、ポイントです。ネット、ストップ選択、ネットイン、取った、とわずかにアウト。チキータでいった、決めた、最後はチキータで決めました。ゲームカウント3対2、最後